お花紙でカーネーションの花とつぼみを作りました。まずお花紙2枚を重ねて蛇腹に折ります。五色鶴の花子ちゃんがないときは手で折ってください。花子ちゃんから取り出したらすぐにクリップで留めてください。左右長さを変えて切り取ります。このくらい長さを変えました。端の部分をジグザグに切ります。反対側も同じように切ります。小さい方も同じように切っておきます。額は緑のお花紙を縦に4等分します。細長く裂いたらその1枚を3つに折ります。そしてこれを三角に折っていって16折りにします。お花紙は薄いので3枚ぐらい重ねて作業ができます。先をギザギザにするために斜めに切り落としていきます。真ん中になる部分は穴が開くように1ミリほど切り落としましょう。お花紙をめくるときは保湿性のあるハンドクリームをつけておくといいです。先ほど切った額を開くとこんな形になっています。ワイヤーを20センチほどに切ります。2つ折りにして先ほど作った花を挟みます。花びらの先と先がぴったり合うように2つ折りにしたら根元をぎゅっとつまんでワイヤーをしっかり引っ張ります。ワイヤーを交差させて2、3回ねじります。そして花びらを開いていきます。まず横に開いて、それから片方ずつ開いていきます。根元をしっかり押さえてください。反対側も開きます。花を机に押し付けて茎をぎゅっと引っ張ります。こんな平べったい形になります。ここに液体のりをつけます。スティックのりではなく液体のりを使ってください。でんぷんのりでも構いません。開いているところがあったら重ねて下から上にまとめていきます。付け根の部分にもう一度水のりをつけて、先ほど作った額を茎に通します。これも下から上になで上げるようにしてキュッと軽く握るとつぼみの出来上がりです。開いた花の方を作ります。平べったくするところまではつぼみと全く同じ作り方です。ここから花びらを上下に開いていきます。指先にハンドクリームをつけながら開くと作業がしやすいです。根元までしっかりと開いてください。
上から見て真ん中の部分と開いた境目の部分に液体のりをつけます。そして下から上に優しくなで上げるように鼻をまとめていきます。最後はぎゅっと握ってつぼみの時と同じように根元に液体のりをつけ額をつけます。花びらを開けば開いた花の出来上がりです。ギザギザに切った緑色のお花紙と合わせてリボンで結びコサージュのようにしてみました。これに茎や葉っぱをつけるとよりカーネーションらしくなります。